Ancient History Encyclopedia writes about Greek sculpture as follows. Greek sculpture from 800 to 300 BCE took early inspiration from Egyptian and Near Eastern monumental art and over centuries evolved into a uniquely Greek vision of the art form. Greek artists would reach a peak of artistic excellence which captured the human form in a way never before seen and which was much copied. Greek sculptors were particularly concerned with proportion, poise, and the idealized perfection of the human body, and their figures in stone and bronze had become some of the most recognizable pieces of art ever produced by any other civilization. I, Hiroshi Hayashi, however, have got quite a different idea from this explanation. Greek sculpture was created on 3D computer technology by aliens whom we may call God. Ancient History Encyclopedia は次のように書いています。彫刻家たちが人間の理想的な肉体美を追求したのがギリシャ彫刻であるとが本当にそうでしょうか。私林浩司の考え方は全く違います。ギリシャ彫刻は私たちが神と呼ぶエイリアンによって 3D コンピューター技術を使って作られたものだと私は考えています。浩司林浜松リージャパン。例えばここに2体のアフロディティの像があります。その下顎のところに吹き出物のようなものができています。この矢印のところです。で左右を反転してみますとその2つが全く同じであることに気がつきました。と同時に体も衣服も左右反転していることに気がつきました。さらにこんな例もあります。やはり2体のアフロディティの像ですが、おへその左上、向かって左上にこんな吹き出物ができています。像は全く違い、ややポーズが違いますが、しかしどうして同じ吹き出物をこのように表現したかということになります。つまりいくら似せて作るといっても、こんな吹き出物まで似せて作る必要があるのでしょうか。私がギリシャ彫刻 3D コンピューター製造説を唱えてすでに4年と4ヶ月が経ちました。その後新しい事実が次々と出てきました。私はその説をより強く持つことはあっても決して疑うことはありませんでした。ギリシャ彫刻の多くはローマへ持ってこられて、そこでローマンコピーが作られたといいますが、肝心の元のオリジナルのギリシャ彫刻はほとんどが消失しているというのです。それはともかくも、ギリシャ彫刻はまず時間差を置いて、わずかな時間差を置いてデータが取られています。いくつか同じような像がありますが、ややポーズが違うというのはそのためです。そして髪の毛だけは全く同じものを使っているか、逆に全く違ったものを使っているかのどちらかであるということに気がつきました。つまり髪の毛だけはいくら写真技術を使ってデータを取ったとしても、それをそのまま彫刻機械にかけることができなかったからです。さらに驚くべきことに、あれほどおびただしい数の
彫刻が作られながらも、ギリシャ周辺では未だに鉄製ののみが一本も見つかっていません。今ご覧いただいているのはエジプトで見つかった鉄製ののみです。青銅ののみで大理石を彫刻することはできません。百歩譲って仮に鉄製ののみがあったとしても、このような精緻な彫刻は左下のようなのみでは彫刻することは不可能と私林宏は判断しています。皆さんの良識を使って判断してください。古い動画ですが、2013年の3月に発表した動画を見ながら簡単に説明しておきます。ポイントはいくつかあります。その第一、同じような像がそれぞれ何体もあるということです。ただしほんのわずかだけ動いています。つまりポーズが違いますが、よく見るとポーズは違っても細かいところまで同じです。例えば腕の血管、位置、形、全く同じですが、それでいて髪の毛だけは違うということですが、その一方で全く違う像でありながら髪の毛だけは全く同じというのもあります。ミロのヴィーナスとガンダーラの釈迦立像の髪の毛がその一例ということになります。つまり私はその時点でいわゆるデータの使い回しをしていると判断しました。順に説明してみたいと思います。ここに2体のグラディエーターの像があります。ややポーズが動いている点に注意してください。そして顔のひげ、頭などが違います。髪の毛が違うということですね。がしかし大変奇妙なことに、例えば向かって左側の肩、腕を見ると全く同じです。血管に注意してみてください。血管まで同じです。そして脇の上にですね、いわゆる腕と体の付け根のところに傷があります。小さい三角形の傷ですけども、それまで同じだということです。もちろん形、輪郭は同じですが、しかしこの両者はわずかながら動いています。ここまで同じに作りながらポーズだけはやや動いています。体全体のポーズ、そして両手の位置などがずれていますが、髪の毛、ひげ、そして陰毛などは全く違います。これに対してギリシャ彫刻ナカンズクブロンズ像は鋳造技術を使って作られたと説明してくれた人がいます。だったらなぜ髪の毛、ひげ、陰毛などを変える必要があったのでしょうか。この乳首も多角形になっていますが同じです。いくら似せて作ると言ってもこうした乳首の形まで同じにする必要はないはずです。また鋳造技術ではこのような、盛り上がりのない部分についての表現は大変難しいのではないでしょうか。で、ひげ、髪の毛を皆さんにご覧いただきます。この2体のグラディエーターの髪の毛は全く違うものです。ここまで似せて作りながらひげなどは全く違うということです。どうしてひげだけ、髪の毛だけ、陰毛だけは違うのでしょうか。このアンバランスさこそがギリシャ彫刻の謎ということになります。
で、アフロディティの像を見ていただきます。この2つのアフロディティ像の衣服は左右反転しているのが分かります。そして乳首も一方が陥没乳で一方が飛び出ているのが分かります。衣服とそして乳首の形に注意してください。一方の乳首が飛び出ていて一方の乳首が陥没しています。で、左右を反転してみると乳首の位置が同じになりますと同時に衣服の位置も同じになります。おへそから下の衣服の形にも注意してください。顔を拡大して比較してみます。ややポーズが違います。そして右下の像は左右反転してあります。ポーズは違っても同じ人物、同じモデルを使ったということがこれでわかります。そして口の下のこの吹き出物に注意してください。どうして同じところに同じような吹き出物が表現されているのでしょうか。もう一度元に戻してみますと同じ位置に同じ吹き出物があるのがわかります。人間技ではないイコール人間が作ったものではないからこのようなことが起きるわけですが、髪の毛を比較してみてください。似たような髪の毛を使っていますが全く違うものです。なぜでしょうか。顔や体はここまで同じであるにもかかわらず髪の毛だけは違うということです。で、私はやがてこれらの像はコンピューター技術を使って作られたものだと判断しました。つまり繰り返しになりますが、髪の毛だけはいくらデータを取ったとしてもそれをそのまま彫刻機械にかけることができない、できなかったからです。が、その一方で全く同じというケースもあります。左下はミロのヴィーナス、右上はアフロディティの像です。その比較はもう少し後でしてみますが、私がこの動画を発表してからすでに4年と4ヶ月が過ぎました。私はおかしいものはおかしいと声を上げただけなのですが、当初は大変な批判の嵐にさらされました。それはともかくも、もう一度この3体のアフロディティの像を比較してみてください。顔、顔ですね。同じ顔なんです。衣服について言えば、向かって左側の像の衣服が位置が違います。左右反転しているように見えます。襟のラインに注意してください。そして乳首も同時に左右反転しているのがわかります。このアフロディティの像で特徴的なことはですね、一方の乳首が陥没していて、一方の乳首が外に出ているという点です。それもちょうど反転しているのが分かります。そして先ほど言いましたように、ここに吹き出物も表現されていますが、左の像が反転していると考えるならば位置が合います。そして今丸で囲んだのが乳首ですけども、一方が陥没しているのが分かります。そして一方が外に出ているのが分かります。乳首を比較してみてください。左2つは陥没しています。そしてそれがちょうど同じように左右反転しているということです。つまりデータを左右反転して彫刻したということになるのではないでしょうか。陥没した乳首が左右反転している点に注意してください。
そして衣服も左右反転しています。そして右の像ですね、左右反転すると乾物乳の位置、そして衣の位置、たすき掛けのようになった衣の位置も一致します。そしてもう一方の側の乳首は飛び出ているということです。乾物してますね、乾物してますね。ミロのヴィーナスについても調べてみました。一応アフロディティ像ということになっていますが、今お見せしたアフロディティ像とは顔が違います。私は別の神だと思っています。それはともかくも、ミロのヴィーナスについて言えば、向かって右側、乳首、左の乳首は破壊されています。ですから正確には比較できませんが、少なくともミロのヴィーナスの向かって左側の乳首は飛び出ていますが、よく見ると向かって右側の乳首は陥没しているようにも見えます。まあ、ヴィーナス、左がミロのヴィーナス、右が先ほどお見せしましたアフロディティ像ということになります。ちょうど左右反転しているのが分かります。ミロのヴィーナスの向かって左側の乳首は飛び出ていますが、アフロディティ像の場合は陥没しています。回りくどい言い方をやめます。これらの像は 3D のコンピューター技術を使って作られたものと私林博士は判断しています。さらにおかしなことが続きます。左下のミロのヴィーナスと右上のアフロディティ像の髪の毛に注意してみてください。今度は髪の毛が同じです。髪の毛一本一本には乱数がかけてありますから、太さなどは違いますが、位置、ラインの位置、カーブなどは全く同じです。もちろん髪の毛の数も同じです。つまりデータの使い回しをしていると私林博士は判断しました。彫刻の仕方に乱数をかけたということですが、それを除けば同じということです。つまり今度は逆に不必要なまでに同じ、髪の毛が同じということになります。この方式はミロのヴィーナスとガンダーラ仏を代表する釈迦立像にも当てはまることです。釈迦立像の髪の毛とミロのヴィーナスの髪の毛はパターン、位置、カーブの仕方、カーブの数、全く同じです。それについての動画はまた別のところで紹介しますが、ともかくも髪の毛と、まあ、体の関係において、これはもう人間が彫刻したものではないと私林博士は判断しました。なおこの後別の動画をご覧いただきますが、早送りでご覧いただきます。でポイントはいくつかあります。まず皆さんに気がついていただきたいことは、ギリシャ彫刻というのはそれぞれを見ると一体ずつの彫刻のように見えますが、大変よく似た彫刻が、あるいはブロンズ像が他にあるということです。そしてそれらを並べてみると、ややポーズが違う、つまり動いている、つまりデータを取るときにやや時間差を置いているという点です。さあいいですか、こっちを見て、はい、そのポーズバチッ、データを取ります。はい、今度はこっちから、はい、いいですよ、そのままもう一枚行きますよ、バチッ。そして次にまた、さあいいですか、はい、ちょっと手を上上げて、顔を上げて、あ、いいですか、行きますよ、バチッ。こうしてデータが取られてギリシャ彫刻ができたと私林博士は推察しています。ですからやや動いているというわけですが、コンピューターなんですね。細かいところまで、不必要なほどまでに細かいところまで忠実に同じように作るが、しかし肝心の髪の毛であるとか
いわゆる彫刻できないところについては彫刻できませんから、別のデータを持ってきて貼り付けているということです。そんな点に注意しながら続く動画をご覧ください。なお、ブロンズ像について言えばですね、全く同じブロンズ像があります。それについては先ほども言いましたように鋳造技術を使って作られたなどと説明してくれた人がいますが、しかし大きさが違います。そしてその大きさを測定してみるとですね、正確に3倍になっているということです。つまり一方が一方の3倍になっているという点です。そんなところにも注意してギリシャ彫刻を眺めていただきたいと思います。つまりギリシャ彫刻というのは人間によって彫られたものではなくて、つまりは 3D のコンピューター技術を使って彫られたものだということです。私林浩司はそのような結論に達しましたので、今から4年前にそのような動画を発表させていただきました。繰り返しになり恐縮ですけども、ここにお見せする3体の像についても同じことが言えます。ややポーズは違います。体が動いています。そして体は全く同じです。顔も同じですが、髪の毛だけは違う。なぜ髪の毛だけが違うのか、もう一度皆さんの良識を使って考えてみてください。今体を比較していますけども、やや出ますか、その保存状態によってやや違って見えるかもしれませんけども、基本的な形は全く同じです。それと大理石の像の方は磨きをかけますと線が全体に丸くなる点になることについてもどうか注意してください。体が動いています。なぜ体が動いていて、そして同じような像が何体もあるかということです。これは支えの棒ですけどもね、ともかくもこのような形でギリシャ彫刻は作られているということです。なぜかということになります。こうして比較してみますので、あとは皆さんの良識で判断してみてください。では、37分30秒後にまた皆さんとお会いします。 Bye for now。
Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Roman copies of Greek sculptures and its strange connection with Nara sculptures in Japan. When I said almost 3 years ago that sculptures in ancient Greece were made with CAD, computer-aided designing system, people would laugh at me, saying, "Don't be stupid, you are crazy." After 3 years now, more and more people understand me and think about this mystery in favor of me. Here in this video, I will prove it again with concrete evidence, and I will talk about a strange connection with Nara sculptures in Japan.ローマンコピー、つまりギリシャ彫刻は、コンピューターの CAD を使い、3D 化したデータベースをもとに 3D 加工機で作られています。また、ローマンコピーと快慶の奈良彫刻は不思議な関係でつながっています。鎌倉時代初期の彫刻師、快慶です。わかりやすく言えば、その停留を流れる思考回路が同じということです。セリ・木村さんが新しく届けてくださった資料をもとに、それについて改めて考えてみます。ギリシャ彫刻、3つのポイント。大変酷似した像が複数同時に作られている。2. ほんのわずかな時間差を置いて、写真のデータベースが取られている。3. わずかなバリエーションを加え、あたかも違った像に見せかけている。ですね。では画像を見ながら説明します。ロマンコピーですね。ロマンコピーというのはですね、ギリシャ彫刻をですね、一度ローマへ持ってきて、そしてそこで作られたコピーのことを言います。そして大変奇妙なことにですね、元のオリジナルのいわゆるギリシャ彫刻は、ほとんどが消失しているということだそうですね。つまり、現在私たちがギリシャ彫刻と言っているものはですね、ローマンコピーであり、そしてその元のオリジナルの、いわゆるギリシャ彫刻というのは、ほとんどないということです。これがギリシャ彫刻とローマンコピーの不思議な関係ですね。もちろん、ローマへ持って来られないまま、ギリシャに残った、いわゆるギリシャ彫刻というのもあります。で、先ほど言いましたようにですね、ギリシャ彫刻というのは 3D コンピューターで作られていると。ほんのわずかな時間差を置いてデータベースが取られてですね、そしてそれをもとに 3D 加工機で作られているということですね。ですから同じような像が何体もあるということです。そして、わずかなね、アイテムと言いますか、変えて、そして別の像に見せかけている。その手法はですね、快慶の手法と、同じと言ったらいいでしょうかね。もちろん像そのものは違いますけども、今ご覧いただいているのが快慶の像ですけども、その手法は全く同じであるということですね。それがまたですね、このギリシャ、ローマンコピーが作られた時代と、奈良の、いわゆる、武士と言われてた、人たちがですね、会計もその中の一人ということになっていますけども、活躍した時期とほぼ年代的にも一致するということです。これはですね、マイケル・ファフナーという人ですかね、の書いた本の中にあったんですけども、当時はこのような形で、彫刻をですね、寸法を測り、そして長さを測り、そして、模刻した、すなわちコピーを作ったというふうに説明されています。この方法でですね、本当に、なんて言いますかね、コピーができるかという問題もありますよね。というのは、それほどまで、いわゆるその正確にですね、コピーする能力のある彫刻師であればですね、コピーするよりも先にですね、自分の作品を残したものと思われます。しかし、コピー優先ということになるわけですね。こうして今、ロマンコピーを見ていただいてますけども、ほんのわずかだけバリエーションが加えられているということですね。そして、わかりやすく言えば、わずかな時間差を置いて、
データベースが取られているということですね。ですから全く髪の毛を除いて同じなんですよ。髪の毛だけはですね、3D のコンピューターの機械にはかけられないわけです。ですから、ほんの、まあ、なんて言いますかね、わずかな動きによって起きるですね、筋肉の動きまで見事にって言いますか、表現してあるわけです。しかし、写真であると考えるならば、何でもないわけですよね。まあ、こうして、今、丸で示してますから、皆さんご覧いただきください。まあ、この、まあ、こうした検証はですね、実はもう3年以上も前からしています。で、まあ、英語の方で言いましたけども、当初ですね、3D コンピューターだというふうに私が確信持ちまして、そして発表しましたら、まあ、本当に、林はいよいよ頭おかしくなったとかね、ふうにみんなに思われましたし、実際、面と向かってそのように言われたことも何度かあります。で、今、この見ていただいているのはですね、アフロディティですよね。これが皆さん、ヴィーナスと言われているアフロディティなんですよ。ミロのヴィーナスというのは、あれはアフロディティではありませんからね。ハーマフロディティスです。まあ、アフロディティの息子ということになるわけですよね。ギリシャ神話ではね。まあ、このように、まあ、微妙なラインが同じだということに注意してください。他にも、アフロディティの像、守護体私は、データを持ってますので、多分次の続くビデオの中で紹介できると思います。こうした筋肉の、まあ、微妙な盛り上がりまで、正確に、まあ、共通して表現してあるということですね。で、顔だけは同じなんだけども、髪の毛は違うということです。まあ、この場合は大変よく似た髪の毛を、まあ、それぞれ使ってますけども、よく見ますと、この青いところが、まあ、違うという意味でね、今日は表現してみましたけども、まあ、違うということですよね。で、ここに奇妙なものを見つけたんですね。おへその上にですね、なんか吹き出物のようなものができてますね。で、一方の方は吹き出物ができてますね。まあ、こんなところまで表現してやる。なあち、普通ならこんな表現はしませんよね。そしてその右の方ではですね、その吹き出物が、まあ、削ってあると言いますか、取れているんですよね。この三段バラの様子も大変、上手に表現してありますね。ここですね、この吹き出物に注意してください。左の方は吹き出物ができてますね。ところが右の方は同じ位置で、まあ、それは削ってあると言いますか、取れてますよね。まあ、こういったところまで同じであるということは、もうこれは、まあ、人間技ではないというか、まあ、人間はこんなことしませんからね。仮に吹き出物があっても、それを省略して彫刻するもんじゃないでしょうか。ということで、ここに、まあ、ミスがあったわけですよね。まあ、はっきり言えばエイリアンのミスです。で、まあ、こうして比べてみますと、体、肉体の動き、それぞれほんのわずかだけ、ポーズが違うということです。全く同じものというのはないんですよ。ほんのわずかだけ動いてるんですね。が、どういうわけだか、髪の毛だけは違うわけですよね。似たような髪の毛を、まあ、使ってはいるんですけどね。まあ、例えばここに飾りがありますのでね、髪に髪飾りがありますので、それをこれから皆さんに見ていただきますけども、顔は全く同じなんですね。まあ、もちろん角度って言いますかね、少し顔が動いています。で、ここに髪飾りがありますので、これ順番に拾ってみますと、まあそういった部分はバリエーションが加えてあるわけですよね。違いのがわかりますね。全く同じってわけじゃないんですよ。筋肉をここまで表現同じにしながら、いわゆる髪の毛とこうした飾り、まあ持ってるね、アイテムが違うというのはまたギリシャ彫刻と言いますかね、ローマンコピーの特徴なんですね。で、一方ですね、こうしたテラコッタも残ってるわけです。このテラコッタにつきましてはですね、型を取って、そしてまあその中に、まあ、いわゆるまあ陶器ですからね、わかりやすく言えば、低温度で焼いた陶器ですけども、同じような像ができるということはあるわけです。で、テラコッタと、それからギリシャ彫刻の違いを皆さんにちょっとわかっていただきたいと思いましたので、まあ一応これはギリシャ彫刻ということになってるんですよ。で、ABCD っていうものを拾ってみました。で、この、顔から見て同じ人物と言いますか、同じ像であることを皆さんもお分かりいただけると思います。で、4体選んでみましたんですけどもね、その中で A と B、最初の2体を、まあ、特に集中的に比較してみます。これはいわゆるまあモールドね、鋳型にまあ流し込んで作ったということですから、これらは全く逆に同じなんですよ。髪の毛を言いましてもね、この髪の毛は、まあ、いわゆるまあ、なんて言いますか、抽象化した髪の毛というふうに考えられるわけですけどもね。まあ、一応念のために、まあ、ギリシャ彫刻と言いますとね、中にはこのように全く同じものもあるということです。髪の毛も同じものもあるということですね。
まあ、その辺ちょっと誤解なさらないでくださいね。私がわずかな動きがあって、同じであると。しかし、髪の毛だけは違うっていうことに対して、そうじゃないんだよっていうふうに教えてくださった方もいらっしゃったもんですから、あえてここで、まあ、テラコッタの像を取り上げてみました。で、この場合はですね、鋳型に流し込んで型を取るもんですから、全く同じなんですね。ちょっと A の方と B の方で比較してみますと、細いラインまで同じだということですね。まあ、これは、鋳型に、まあ、流し込んで、そしてそれを、まあ、現在のね、私たちのほら、お店行きますと、陶器のいろんな像がありますね。あれなどもその、モールド、いわゆる鋳型に流し込んで作った像っていうことになります。ですから、全く同じなんですよね。まあ、そういうのもあるということです。まあ、ギリシャではそういったものも作られていたということになるわけですね。まあ、これはロマンコピーではありませんよ。まあ、今度は向かって右側の方を、照合していましたけれども、A の髪の毛と B の髪の毛がぴったりと、まあ、指紋のように一致しますね。まあ、これは同じということになるわけです。まあ、これとですね、いわゆるまあ、ローマンコピーとは違うということですね。いわゆるまあ、同じような像が何体もあるんだけども、それぞれがわずかながら動いている。すなわち、別のデータベースを使っているが、髪の毛だけは、データが使えませんから、他のデータを持ってきて貼り付けているということになります。あるいは手で彫刻したのかもしれませんね、髪の毛だけは。で、こうして並べていますと、まあ、本当に同じなんですね、特にまあ、たまたまこの角度から見てですよ、腰のラインが同じということは、三次元の世界で全く同じように作ってあるということですよね。わかりますか？正面だけ合わせるっていうのは、まあ、割と簡単にできるんでしょうけどもね。この像もそうですね。まあ、これらの像はですね、銅像で、いわゆるブロンズ像とね、それから、これは両方ブロンズ像だと思われますけども、ブロンズ像の場合は、鋳型に、で作ったということをよく説明されます。しかし、鋳型で作ったんなら全く同じになるはずですよね、皆さん。ご覧ください。動いてますね。頭も動いてますし、ほんのわずかですけども手も動いてますね。で、髪の毛はね、大変よく似た髪の毛を使ってますけども、特に生え際のところこう見ていただきたいんですけども、似て非なりっていうところですね。似てるけども違うということです。ですからまあこのようにこういうところからもですね、じゃあ、鋳型で作ったかというと、そうでもないわけですよね。生乾きの時にですね、首をぐっとひねったんだっていうふうにも、まあ、考えられなくもありませんけど、そんな小細工でできるようなもんじゃありませんからね、ブロンズ像っていうのは。で、まあ、こうした像が、同じような像が何体も作られる。しかし、それぞれは皆動いているということですね。ブロンズから、いわゆるまあ、大理石、大理石からブロンズっていうふうに、まあ、いろんなふうに作り変えられているということです。時間差を置いて写真を撮るということはですね、はい、データを撮りますよ、こっち見て、バチッ。はい、もう一枚行きますよ、バチッ。はい、ちょっといいですか、手を動かしてください。はい、バチッ。こういう感じで、データベースを撮ることを時間差を置いて撮るというふうに私は考えています。まあ、こういうところからですね、こうした、まあ、疑問謎を解くためにはですね、いわゆるまあ、3D コンピューター説を、まあ、前に持ってこないと、その謎は解けないということです。まあそういうところからですね、3D コンピューター製造説を私は唱えるようになりました。まあ皆さんもね、多くの方が後で分かったんですけども、おかしいなというふうには思っておられたみたいですね。まあこれが奈良時代初期の仏師快慶の作品です。まあ運慶もそうですけども、一応ここでは快慶を取り上げていました。こうして左右反転しますと、中央の二つは全くポーズが同じになるんですよ。言い換えますと C はですね、左右反転して作った像ということになります。もちろん顔もそれぞれね、パーツをね、A のパーツを持ってきて、それから A と B のですね、パーツを持ってきて C の像を作るということが、快慶の場合は、あちこちでその手法で作ってあります。まあこうして同じような像を、まあ、作ったと。そして同じように動いてる。動いた、まず、やや動いてね、似たような像を作るという、その、まあ、いわゆるまあ思考回路が、快慶が、作った、いわゆるまあ仏像の思考回路と同じだということですよ。そこは誤解しないでくださいね。上がギリシャ彫刻、下が快慶です。いわゆるまあコンセプトが同じだということですよね。要するに。ですからまあ、こうした像をですね、ギリシャと日本で、エイリアンが作ったということになります。続くビデオは快慶の謎についてのものです。どうかご覧ください。Bye for now.
Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about thought process or subconscious brain processing. Thought can refer to the ideas or arrangement of ideas that result from thinking, the act of producing thought or the process of producing thought. Although thought is a fundamental human activity familiar to everyone, there is no generally accepted agreement as to what thought is or how it is created. Somehow, thought arises in the mind from the product of the same subconscious brain processing. That is named thought process, and everyone has got it.皆さんは思考回路という言葉をご存知ですか？何か物を考えるとき、人は無意識のうちにも同じ過程に従って物を考えます。その過程、つまりその人特有のプロセスを思考回路と言います。例えば違ったことをしていると自分では思っていても、その人はその人で同じ思考回路に従って、まあ、結果として見ると同じことをしているというようなことはよくありますね。あまり良い例えではないかもしれませんが、暴力団は何でも暴力を使って問題を解決しようと考えます。文筆家は何でも文章を書いて問題を解決しようと考えます。あるいは資産家は何でもお金を使って問題を解決しようとするかもしれません。それも思考回路の一つということになります。つまりそういったプロセスを思考回路と言います。で、今、鎌倉時代に活躍したと言われている、まあ、快慶の彫刻とギリシャ彫刻を並べて見ていただいています。一方は木彫り、一方は大理石。一見全く違った像に見えますが、その向こうに見え隠れする思考回路は同じということです。まずそのことを皆さんに知っていただきたいと思います。つまり、ほんの少しだけバリエーションを加え、全く別の像に見せかけている。しかし、似たような像を続けて何体も作る。ギリシャ彫刻は 3D のコンピューター技術を使って作られています。極めて完成度の高い彫刻を何体も作っていく。彫刻というより写真ですね。もちろん、それを作ったのは人間ではありません。エイリアンです。そのギリシャ彫刻を調べてみると、そこにエイリアンの思考回路があるのがわかります。わかりやすく言えば、まあ思考の癖のようなものです。その癖がわかってくると、いくら見た目の形は違っていても、同じエイリアンがその向こうで絡んでいるのがわかります。ここに紹介するのは、快慶の彫刻ですが、ギリシャ彫刻や快慶の彫刻に限りません。ガンダーラ彫刻も、また中国の兵馬俑の兵士も、やはりその向こうに同じ思考回路があるのがわかります。つまり、そうした思考回路に気がつくと、それがエイリアンの作品かどうか簡単に見破ることができます。快慶の彫刻も、その中の一つということになります。順に快慶の作ったとされる像とギリシャ彫刻を相互に比較していますので、あなた自身で判断してください。繰り返しになりますが、見た目には全く違った像です。が、見た目に騙されてはいけません。ここではその向こうに明確でする思考回路に注意してください。基本的な形は同じ。像というよりは写真。完成度が高く、ミスがない。ほんの少しだけ動きを入れる。データの使い回しをする。パーツをあちこちで組み合わせ、別のように仕立てる。形は同じなのに、大きさが全く違う、などなど。それが思考回路というわけです。まあそうした思考回路に従って、まあギリシャ彫刻も、また快慶の彫刻も作られているということですね。なお、快慶の彫刻については、この動画の後にそれをつなげておきますから、どうかそちらの方をご覧になってください。昨日作った動画です。画像を見ながら説明します。まあ今、ギリシャ彫刻を見ていただいています。まあほんのわずかだけバリエーションを加えてですね、違った像に見せかけているということですね。でまあ、しかし部分的に見ていくと全く同じということになるわけですね。で、これはまあ快慶の作品ですけども、この、まあ、衣服はですね、日本の衣服ではありませんね。まあ、どこの衣服かは、まあ、問題は別ですけども、少なくとも日本のものではないということです。で、これがですね、ギリシャ彫刻ですけども、よく見てくださいね。ほんのわずかで動きが入ってますね。向かって右のは腕が上がってますね。というような動きがあるわけです。で、まあ、
わかりやすく言えば、データを問うときに、写真データを問うときにですね、わずかながら時間差があったということになります。はい、写真を撮りますよ、バチ。はい、もう一枚行きますからね。はい、いいですか、いいね、バチ。というような感じですね。で、両者を見比べてみてください。全く同じですね。まあ、ほんのわずかだけ動きがありますからね。で、これらは、まあ、鋳造によって作られたというふうに考える人がいるかもしれませんけれども、大きさが全く違います。ちょうど右はですね、左の3倍の大きさになっています。で、今度は会計の方を調べていますけれども、会計の方もですね、同じような、まあ、コンセプトといいますか、同じような思考回路で作られているわけですね。で、ここに、まあ、像を見ていただきますけれども、顔を見比べていただきたいと思います。まあ、これについてはですね、続くビデオの中でもう一度詳しく説明しますから、そちらでご覧になってください。で、同じような像を作っているわけですね。はい。が、しかし、ほんのわずかだけ動きが入っているということです。で、やっぱりギリシャ彫刻の方も同じようにですね、ほんのわずかだけ動きを入れて別々の像に仕立てているということです。まあ、これら3人はですね、逆に今度は顔が同じですから、同じモデルということはわかります。ただし、髪の毛だけは違いますね。髪の毛だけは後で貼り付けるしかないわけです。が、しかし、まあ、同じ少年であることはわかります。というようにして作っていくわけです。まあ、今度また会計に戻りますけども、先ほどの会計ですけどね、このやはりこの着物なんですけども、どこかやっぱりおかしいんですよね。おかしいということは、ほんのわずかだけ違うんですよね。全部分的に違う。そして同じようにギリシャ彫刻の方でもですね、まあ、同じモデルを使ったと思われます。これはですね、左の方は、上着を着てますね。まあ、その違いがあります。まあ、タスケが上に乗ってるわけですね。右の方はタスケがありません。しかし、まあ、顔は同じだけども、帽子だけが違う。別のパーツを持ってきているということになります。そして、まあ、動きが入っているということですね。微妙に動いているということですね。手も足もやや動いているということです。が、しかし、下着の胸は全く同じであると。すなわち、同じ時期に同じようにして作られた像だということになるわけです。この像もそうですね。まあ、見た感じ違うように見えますけども、全く同じ時期に同じようにして作られたということになるわけですね。まあ、同じ時期にデータが取られたということです。まあこういうところに思考回路と言いますかね、エイリアンの思考回路が明確でしているということです。で、まあこれが、まあそれを見ていただきますけども、これはギリシャ彫刻ですけども、やはり同じように取る。まあ、ただ、保存状態が良いのと悪いのとありますからね、右の方は悪かったと思います。そのような違いはありますけども、基本的な、まあ、形っていうかね、彫刻のコンセプトは同じだということです。足なんか見てくださいね。これは三次元でここまで同じ足を作るということは大変難しいことなんですよ。四方八方から見ても同じように作らなくちゃいけませんからね。プラス上下から見ても同じように作るということです。まあ、これら両者はですね、顔が今度逆に全く同じなんです。髪の毛が違うんですね。そして胸の大きさから見るとどうも右が女性で左が男性ということになります。これは別々の作者になってるんですよ。中部からご覧くださいね。一応クエスチョンマークが入ってますけども、まあ同じ別々の作家であると考える方が無理ですね。まあ、いうよう、そう、こういうようにですね、ギリシャ彫刻は、まあ、こういうふうにして作られている。すなわち、その、まあ、向こうに見え隠れする思考回路は、会計が作り上げた、まあ、いわゆるその、像と同じであるということですね。まあ、そういった点に注意してください。いかがですか？で、もう一つこの像に戻っていますけども、まあ、私たちが女性だと思っているこのミロのヴィーナスは男性です。ハーマフロディティス。みんなですね、ナポリの、まあ、一応、ヴィーナスと言われてますけども、同じなんですね。向かって左側の腰のラインに特に注意していただきたいですね。この角度から見て全く同じということは全く同じということなんですよ。いわゆる三次元のデータですからね。いわゆる、ま、この角度から見ても同じだということなんです。ですから、どの角度から見ても、上から見ても、下から見ても、同じというふうに考えられるわけですね。まあ、そのように像を作るということは、いかに、まあ、普通ではできませんよね。はい。これは、ま、胸の感じですけどもね。それから、腰の向かって左側のラインを見てください。非常に微妙なラインが同じでしょ？腰のラインです。左側のラインね。そして、この布がですね、少し動いてますね。で、これと動いた像が、また、ベルガマで見つかっていますので、まあ、それはそちらで、また、ご覧になってください。要するに、このミロのヴィーナスとナポリの、まあ、ヴィーナスでありませんけどね、これはハーマフロディスです。生まれた時は少年で、途中で女性化するわけですよね。ですから、まあ、もともとは男の子、ということになりますね。で、まあ、見比べてみていただきたいと思います。で、まあ、こうしてですね、同じような像を、まあ、わずかな時間差を置いて、まあ、コンピューターで作り上げていくというのとですね、会計が作った、まあ、作品。まあ、その向こうに見える思考回路が同じということですよね。要するに、まあ、ほんのわずかだけバリエーションを加えて違った像に見せかけて、すなわち、小細工してやるということですよね。ということで、続く、まあ、会計の、まあ、の謎についてのビデオをどうかご覧になってください。Bye for now.